ご制限との対局に臨む秀才本因坊秀祭六月二十四日から九百四十年一月十八日は、明治から昭和にかけての以後の騎士。家元本因坊家の二十一世で、終身名人制の最後の名人。東京出身本因坊義江門家、本名は田村田本法名はヒオ引退後に本因坊の名跡を日本棋院に譲渡し、 選手権制の本因坊戦創設に導いた。寄風は力戦に強く、序盤に、作ありと言われた。2008年以後伝道入り、川端康成の名人でも知られる、囲碁騎士の高橋敏光は議定。祖父は、比前唐津藩、小笠原氏の家臣の朝原浩二父は御家人の株を買って、田村を名乗る幕臣となり、後に内務省に勤務した、 田村康長である。東京の番長に生まれ、赤坂氷川町、神田猿学町、牛込江の町などに転居しながら育つ。おじは、貴族院議員で、シーメンス事件での弾劾演説で知られ、水産沖縄とも呼ばれた、村田多もつ。こと武器は、父の趣味の影響で10歳で以後を覚えた。1885年、11歳の時に宝園者に入塾し、 村瀬修歩に指示。当時の住み込みの熟成は、熟党の石市春、道谷富田、杉岡栄次郎、田村田本氏の4人だった。田村は石市春、杉岡栄次郎と共に放演者の三小僧と呼ばれた。1886年の修歩の死去後、中川亀三郎に指示。1886年救急を認められる。 1891年に放縁者を脱退して、州保の養子の村瀬氷と、広人会合所という地方から上京する、若者向けの事業を開こうとしたが、許可が降りずに頓挫。放縁者は除名される。千葉の東福寺で後の相手や、農業の手伝いをしたが、以後に戻ることを決心して翌年東京に帰り、金玉金の紹介により19世、本因坊吉江門下に入門。 四段を許され、1897年には五段に、上る。1896年からは五歳年長の石井、千春と五度の十番号を打ち、当初は、ほことぶきの定先で始まったが、97年の第二次で、互い戦となり、1907年の第五次では、先に二まで打ち込んでいる。吉江は当時他の騎士たちをことごとく先に以下に打ち込んで、 いたが、田村は唯一先を保ち、本因坊継承の最有力候補と見られていた。1904年には、日本が校い機会発足に伴い、吉江最後の手合いの相手として二番号を打つ。しかし吉江は、田村のことを嫌い、刈金純一の実力が田村に及ばないことを認めながら、刈金を後継者に臨んでいた。1905年に七段商段 この時に仮金との対局を事後にするように頼み、それを義江に寄付から見破られたこともあり、義江が寝込むようになってからは面会も許されなくなった。田村の性格は極めて和が強く、また金銭にうるさいところがあり、これが義江に嫌われた要因であろうと言われている。1907年、義江は後継を決めないままに死去。本因坊門では、後継者に実力第一の田村を押す派と、 吉江の意志を優先して、仮金を薄派に分かれ、前者は、吉江の弟で16世本因坊であった。秀本や野沢武朝後者には、吉江未亡人や関元吉などがいた。田村は、囲碁研究会、仮金は、叩き玉会を結成。結局、秀本が、一旦20世本因坊について、1年後に、田村に本因坊を譲ることでこの事態を収拾し、 田村は1908年34歳で21世、本因坊秀才となる。その後、1910年には、井上田淵隕石五段と10番後、隕石先で究極目で、秀才が7勝2敗で、先にに打ち込むなど、すべての騎士たちを先に以下に打ち込んだ。また1910年、新安詰後死活名紀を出版。1911年に八段昇段。 1914年41歳の時に名人に追挙され、名実ともに機械第一人者になる。この頃には、放映者の鈴木ため次郎や瀬声検索も秀才に迫ってきていた。鈴木は1914年に10番号で、鈴木双子から7曲目までで、先に定先となって打ち切り、その後の万長方補戦では鈴木が先手に連勝した。 セゴも1910年に、三ツから1920年の先まで秀才に十一、連勝した。1919年には、ダンキズの招待で、広瀬平次郎、高部道平らと共に放中する。大正初期の囲碁会は、本因傍門、放炎者及び非正解との3波定立状態であった。しかし、各派合同機運が生まれ、1923年1月には、 本因坊家と法映者が合同して中央議員を設立するものの4月には再び分裂する。しかし同年9月の関東大震災で各派は大きな打撃を受け分裂構想の余裕すら失われた。このため翌年に各派や関西の騎士などが集結し日本企員を設立。秀才は企員最上位者として定式手合に出場する。 しかし、狩金淳一らは、日本企員を脱退し、規制者を設立する。両者は、読売新聞の利木松太郎社長仲介の下大正大早期と銘打った大規模な対抗戦を開始する。1926年に行われたその初戦で、周才は狩金淳一との首相決戦に臨む。国取りの名曲と歌われた、激しいねじり合いの末に勝利し、 腐敗の名人の名を高めることとなった。1933から34年、読売新聞主催の日本囲碁選手権手合に優勝したゴー制限五段と後先で対戦する。読売新聞の大宣伝とクレの斬新な布石によって大いに注目を集めたが、周才は二目勝ちを収める。1936年、周才は日本棋院に 本陰坊の名跡を譲渡。世襲制ではなく選手権戦によって、本陰坊を決める本因坊戦が誕生する。周才は、後継者として、相手氏の小木氏総にを考えていたと言われるが、意に反し小木氏は溶接した。周才には、自身の経験から実力第一位の者に、本陰坊の名を継がせたいという強い思いがあり、本因坊位の世襲制廃止に踏み切ったものと言われる。 1938年、北に実るとの引退後を打ち、1940年1月18日、実力聖書代、本因坊の決定を見ることなく熱海の旅館で死去。日本紀印層が執り行われ、歴代本因坊が眠る本名寺に葬られた。その後、毎年1月18日は、秀才期として、時々の本因坊位保持者や関係者による法要が行われている。 またその名は、日本棋院最優秀騎士に贈られる、秀才賞に残されている。門下に、鹿町四次、宮坂に、神原茂次、村田誠弘、氏、小木志宗に、林雄太郎、福田正義、増淵達子、村島義則、前田信明、狩部英三郎、宮下秀弘、武田博義らがいる。また藤沢放斎、安永一も秀才に勲等を受けた。 1926年、日本引退規制者の対抗戦の初戦において、仮金純一との首相同士の決戦に臨んだ。可変の白模様に突入した、仮金の黒石を、秀才が強引に取りに行ったことから対乱戦となり、満天下を沸かせるスリリングな一戦となった。主催の読売新聞は、各地で大番を用いて速報し、感染期に菊池博 川島、壁後島など有名分子を排して、宣言に努め、部数を一挙に3倍に伸ばしたと言われる。42次、44次、可変黒1と角に打ち込んだところから乱戦が、開始された。秀才は、黒の目を奪うが、仮金も包囲網の薄みをついて、反撃、稀に見るねじり合いとなった。白58以降も戦いが続き、 秀才はここで発生した功をきっかけに優勢とし、最後は仮金の時間切れ負けとなった。本因坊秀才名人と五星源五段の対局。1933年、五星源は16人のトーナメントを勝ち抜いて、日本囲碁選手権手合に優勝。第一人者、本因坊秀才と千番で対戦することとなる。時に、秀才59歳。 年1月29日に終了当初は単なる指導後程度の重むきであったが、読売新聞の大宣伝により次第に、日本対中国、旧県一対新勢力の大勝負へと事態はヒートアップしていった。1月16日に、東京、京橋の単野京旅館にて、 大局開始。日本中の注目が集まる中、クレは第一着に本因坊家の禁止とされる三三打ち。ち三手目に星、五手目に天元という大胆な布石を披露し、満天下を沸かせた。159手目まで進行した後、13回目の打ち継ぎ開始直後に、秀才はクレの黒字に教習をかける歴史的名詞を放つ。 受けの妙手と呼ばれた付けで答えて、崩壊を免れるが、この工房の間に秀才は、右方で、黒五子を捕獲し、優勢を決定づけた。結局この後は、この妙手が働いて、秀才の二目勝ちに終わった。しかし後日、この妙手は、秀才の弟子である、前田信明が暗室した手であるという説が流れており、今もって真相は不明のままとなっている。 秀才160手目の名手と受けの名手161手目付け1938年64歳の秀才は現役引退を発表しリーグ戦を勝ち抜いた北に実るを相手に引退後を打つこととなった史上最長となる持ち時間40時間史上初となる封じ手制で行われ6月26日に開始された20回の打ち掛けを挟み途中 秀才の入院などもあり、終局まで打ち通せるか危ぶまれもしたが、12月4日に終局。結果は北にの五目勝ちとなった。この対局の感染記を担当した川端康成は、後にこの対局戦での秀才の戦いぶりや、その死に様を小説、名人として描いている。百六十三年 NHK テレビにて、名人から十一世。 本因坊秀才として秀才の人生がドラマ化された。全1回。ありがとうございます。